テミヤ駅は、かつて、北海道小樽市にあった日本、国有鉄道テミヤ線の貨物駅である。1985年11月5日同線の廃止に伴い、廃駅となった。1976年のテミヤ駅、周囲約 1.2km 範囲。下が南小樽方面。客扱い用の駅舎やホームは、 左下近くの駅前広場が残されている場所にあったが、すでに貨物駅になってから14年が経過して、すべての設備が撤去されている。貨物駅としての駅舎は、一番上の踏切左上側に設けられた。さらにその上側に、転車台の残る2つの機関庫が見える。最初の三橋は、機関庫とこの写真の右下角を結ぶ、直線上に近い位置に設置されていた。 その後に室蘭と規模を競った高架桟橋は右側の石油基地から伸びる桟橋と同じ位置に設置されていた。石炭船石設備はこの時点で小タル筑の方は廃止されているが、当駅の北海道炭鉱機線の管理する石炭ヤードは往年の1、3近くに狭まっているものの、同社の新遊張や清水宅炭鉱等からの受け入れがあり、まだ稼働している。 専用線が、右上馬屋地区方面に長く伸びている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当地域の地区名から。波浪が高い日に、当地の海岸に、巣鴨が、丘のようにたくさん打ち上げられたため、アイヌ語で、テムムンヤと言われ、それが点火したテミヤに当て字をしたものが地区名となった。現在、駅跡は、 小樽市総合博物館の施設として保存されている。ありがとうございます。